はい、今回は高級リーグ、5位決定戦から、パクジョンファン九段の碁を紹介したいと思います。はい、お相手はリー七段さんです。はい、パクジョンファン九段の白番です。ここにつける手ですね。はい、この中国流、ミニ中国流の、はい、の時に、打たれるようになってきました。はい、まあこう当てますとね、例えばこういう進行になって、はい、まあ、ここまで打ってこういうとかね、こうとかやろうということですね。この位置がちょっとね、ちょっと緩んでるような感じがありまして、それを嫌いまして白は切りました。これは何なんでしょうかね。これは一応し、白取ってますね。まあ利き筋があるからっていうことでしょうか。こういうのも初めて、見た変化ですけど、まあ、白はいい気がしますけどね。形はね、難しい変化ですよね。何が行われるかよく分かんないとこですけど、
しょうか。白から打てば取れてますかね。うん、黒から打つと、黒から打てば白取れてる気がしますけど、うん、ここでまたこっちですか。ちょっとわけわかんないですね。これはこう、うん、まあこうやったらこうやってね勝ってますし、まあこうやってね勝ってますから、まあ黒から打てば勝ってますね。こうですか。ここ沿われる形がちょっと嫌なんでしょうかね。うん、はい、このね4子も捨ててね、何がどうなってるかさっぱりですけど、こういうのは解説不能ですね。うん、どちらを打つかとても大きいと思うんですけどね。この石はすごく心細いですけどね、うん、ここに打ってますね。ここね、こうやったんですね。ここ、うん、ここ跳ねられる感じは非常に嫌なんですけど、これ切られて取られることないんでしょうか。うん、割り込んで、これか。ここ
当てれないのかな。こうやって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 、うん、ここ当てられる感じがありますか。うん、こうやって出まして、切りが入るからこれは白から打っても取られてんですかね。うん、そっかそっか、じゃないとおかしいよね。うん、じゃあこれ取ってると結構黒もありますよね。取れるんですけど、こちらを優先しました。で、これを助けて、これは復活しましたね。うん、この石がとても心配なんですよね。合ってるんですね。はい、はい、ここで黒の中押し勝ちとなりました。これは白から打ってもダメなんですね。ずっと手を抜いてるってことは、そっか、ここ切りがね、はい、入ってましたね。うん、こうやっても、うん、こうやってこれが取られてたわけですか。いや、一回並べるぐらいではこれは全然分かんなかったですね、何やってるか。はい、とても難解な一曲でした。はい、じゃあこんなところで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。